はい、皆さんこんにちは。ベートーベン美樹です。今日は75番を見ていきたいと思います。はい、75番の、練習の仕方を説明した後に、この曲を、実際にどんな曲に応用できるかというのをやってみたいと思います。ではですね、まず75番の私がどんな練習をしたかということをシェアしていきたいと思いますね。75番は D フラットメジャーで、これはターンっていうのかな。こんな感じでね、ターンが入ってる曲なのね。それで骨組みはこなんだけど、そこにいちいちターンが入ってる。気づいたと思うんですけれども、私の指の問題はターンの帰り、戻ってくる時、行きはまあ音がちゃんと出てるんだけど、戻る時がなんかね、くっついちゃう。この2の指がうまくこう、2と3がうまく降りたり上がったりしてないっていう感じなのかな。なので、これだけね、なんだけど、ここだけね、練習しました。で、その時にね、いつも言ってるんだけど、ここじっとして、ここの場所で弾かないで歩いていく。ちょっとこれすごい早いんだけど、行ってすぐ戻るね。あ、出たり入ったり。そして、それからそれが一つで、もう一つはこの腕の高さを変えないで弾く。もう水平に、床に水平に、鍵盤に水平に、ね、水平に弾くっていうこと。で、その時にね、やっぱり腕立て伏せね、最近私もできるようになったので、ここね、もう毎朝私は今はもう腕立て伏せをしてからピアノ練習してるんだけど、ここのところぴったり、手の内側ね、2と1の手のひらをぴったり、手のひらなんだけど、ここね、特にこの母指球のところ、ここをしっかり、床にくっつけて体を持ち上げるっていうのをやってます。その感覚をしっかり覚えておいて、で、練習の時ピアノも、これもね、もうね、腕立て伏せしながら弾いてる感じ。だからもう重力、地球に引っ張られながら弾いてる感じ。ね、こんな感じで。そう、それからね、5小節目。こうなんだけど、これね、ここの2個目の音。これまっすぐね、上、まっすぐに下ろすことを意識して、ね、ここ、鍵盤外しちゃうのね。こうね、小指だから。これしっかりね、この最後の音。ね、こんな感じで、練習しました。それでね、それからどういう曲に応用したかというと、ベートーベンの悲愴の3楽章の、ここね、さっきと反対の形だけど、行って帰ってくる、同じですね。行って同じ音を戻ってくる。その時やっぱり水平にして、高さ変えないようにして、もう一つ一つ、もう地球にまっすぐ下ろす感じ、腕立て伏せをしてる感じ、こうなんかこう、こう、
こういう感じでね、力がシュッてこう、そういうイメージ。だから、で、ここ左手もね、ここですね。ここね、これすぐ弾き終わった後、ここね、やりにくいよね。1で終わってる。で、そしたらすぐ鍵盤にまっすぐ指を置いて、で、中に、私の場合中に入ってきます。で、左手が入ってて、左手も入ってて、ね、このパーって覚えといて、で、ここで解決、これつながってるの忘れない、これ同じね、手が小さいからすぐね飛ばないと、ここで、入って戻る、これもやりにくいよね。これだけだとまだいいんだけど、これもう一回そう弾くから、そしてまた左手、次ね、これね、しっかり意識して、1が何回出てきます？ 1,2,3 回出てくるから、練習しました。皆さん、腕立て伏せやってみました？すごいよ、いいよ。だからね、上手になるよ。しっかり練習しましょう。じゃあね、またね。